レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。昨日僕のパチンコチャンネルで、YouTube ライブをやりまして、でそこで結構多くのリスナーからこのことについて話してくれみたいなトピックをいただきまして、今ですね、広告収入が減って、まあ稼ぎが減った YouTuber が続々とパチンコ業界に流れてきてるんですよね。パチンコ の来店営業しにパチンコ業界に流れてきてるんですよ。でそのことについて、柴田さんどう思いますかっていう質問をたくさんいただいたので、まあそれについての話をしようと思います。はい、まあもう、具体的な名前を出すとラファエルとソーマトランジスタがもうパチンコ屋の来店を始めていて、であとはまだ来店はしてないかもしれないけども、もう業界で売りに出てるのがプロタン、ここら辺がパチンコ営業に、来てます。はい。でラファエルが売り値が、ホールへの売り値が150万円で、店舗滞在が2時間ですね。はい。ちなみに僕この業界で10年近く、パチンコ業界で10年近く来店の仕事をしておりますが、柴田のホールへの売り値が30万円プラス交通費で、店舗滞在6時間以上なんですけども、だいたい移動がなければ、翌日に仕事が入ってなければ朝一から、閉店 2,3 時間前ぐらいで、夜の8時とか9時とかまではだいたいホールにいますね。はい。っていう感じで僕はやっておりますが、まあ、ラファエルは店舗滞在2時間で、150万円。僕の、そうですね、5倍以上ですね。6倍ぐらいかな。はい。の売り値になっていると。ごめんなさい、まあ5倍ちょっとか。5倍ちょっとになっているっていう感じですね。はい。っていう感じで、まあ、ラファエルとか相馬くんとかについてどう思うかっていうと、まあ、率直な感想はですね、まあ僕やっぱなんだかんだ9年やっていて、で取引先もちゃんとこう深いつながりの取引先があって、で信頼、お互い信頼してやっているので、僕の要は取引先が僕を切るとか、僕の仕事が減るとか、僕の競合にはならないんですよ、ラファエル、ソーマトランジスタとかプロタンとか。僕の仕事が捉えることもないし、僕の競合にもならないんですが、まあどう思うかって言われたらキモいっすね。っていうのもラファエルとかソーマトランジスタとかプロタンもそうだけども、パチンコスロットのことについて、要はその好きだとかやってたとか、その言ってなかったじゃないですか。っていうかやってなかったし言ってなかったし、はい。でそれがパチンコ業界が最近ちょっと規制緩和されて、来店イベントがちょっとやりやすくなったから、YouTube の広告収入が下がって収益が減ってるから、だからそこにある仕事を取りに来た感じなんですよ。でそれが透けて見えるね、パチンコスロット、それこそ YouTube の収益が安定して結構たくさんもらえていた時期は、全くそのパチンコ業界の案件なんかね、金額が安いんで、そこに手をつけようとはしなかったけれども、 YouTube の広告収入が減ってきたもんだから、そこにある仕事も、もう欲しい欲しいみたいな感じで、そこにあるんだったらもらうみたいな感じで取りに来てる感じがして、で、これまではなかったような、これまで一言もパチンコスロットが好きだとか言ってこなかったし、趣味でしたとか言ってこなかったのに、もう本当につい最近、僕は実はずっとパチンコが好きだったんです、ずっとスロットが好きだったんですっていう、もう取ってつけたかのような設定を付け加えて、スロット好きを公言して、そっちの、パチンコ業界に入っていくところが、まあ、きしょいなと思いますね。はい。で、プラス僕は、一応その、パチンコ屋さんのために、まあ、パチンコ店、そしてパチンコユーザー、パチスロユーザーのために、まあ、あと業界が、まあこれ以上広まることはないんですけども、業界がまあ縮小していく中、
でパチンコ店の数がどん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 少なくなっていく中、今僕が付き合っている店舗いや僕についてきてくれるお客さんが、いやその長生きできるように業界でね、うんっていう感じで、僕と少なくとも付き合いのあるお店がその要は業界で生き残っていくように僕は仕事をずっとずっとね、もう10年ぐらいもやっていてですね、でずっとそのスタンスは変わんないんですよ。ただ、最近入ってきたラファエルとか、それこそ相馬とかはまあ本当にそこにある仕事を取っていってるだけなんで、業界の未来なんか正直どうだっていいんですよね。彼らはそこでお金がもらえればいいと思ってるんですよ。だからそういうスタンスの人間をホールが面白おかしく、そのまあ今は人が集まるからって言って、買うっていうのはそれはどうなのって思いますね。だから買ってるホールもホール、しかも僕がお付き合い今お付き合いしてるホールもそのラファエルのライトを買ったりしてるんですよ。だからそこでいや買うだよあんなんみたいなね、業界に対する理解もないし、業界がどうなのともう構わないと、そこにお金が落ちてるから拾いに行くんですよっていう、そういうスタンスの人間と仕事をするのってどうなのかなって僕は個人的には思いますね。ただまあホールさんはホールさんの考え方があってね、ラファエルを買うんでしょうから、まあ僕のお財布からねお金が出てるわけじゃないんで、それは僕まあホールが買いたいといえばね、僕は口出しはできないんですけども、まあ、ただそんな買うなよとは思いますね。まあプラス僕は嫌だな、気持ち悪いなって思うのがラファエルのツイッターなんですけど、なんかね、これだ、ラファエルさんがこの前大阪で来店してね、こんなこと書いてるんですよ。本日私が遊びに行くということで皆さん期待していただいて、朝から大勢の方に並んでいただきました。そしてお店さんには期待通りの舞台を用意していただいて感謝です。今後も行くお店は厳選するので期待してくださいって言ってるんですよ。なんですけどラファエルなんかパチンコのことなんかもう全く知らないんですよ、ま、パチンコのことも知らないし、パチンコのそのどういう風に営業しているかっていうのも全然知らないし、パチンコ台スロット台に対する理解もほぼゼロ、ほぼ素人だしっていうのが、要は自分に期待していただいて集まってもらったとか、そのそういう舞台を用意してもらったとかいう言葉を使うのがもうすごい薄っぺらくて僕は気持ち悪いんですよ。これはまあこの業界で仕事をしている人間にしか分かんないことかもしれないし、あとはそのパチンコスロットに深く触れているユーザーしか僕の言っていることの意味というか、僕が気持ち悪いと思っていることのこの感じが伝わりにくい。パチンコスロットを普段やってない、今この動画を見てる視聴者の多くはこの感じ多分伝わらないと思うんですけど、お前何も知らないくせに何言ってんのみたいなね、お前がホールに対して何を要求できるのみたいなのがその本当に薄っぺらくて、そこに対して僕すごい気持ち悪いって思うんですよね。で僕が聞いた話、要はそのラファエルが ラファエルがその来店をね150万円で売りたいってまずラファエルが言ってるんですよ。でそれで代理店がいろいろね、じゃあうちがあのホールに売らせてくださいって代理店がたくさんこう、話に行ってですね、でホールに売りに行くんですけども、いやちょっと値段高すぎませんかみたいな、150万円って金額はパチンコ業界では結構ありえない金額ですって。で業界最大手のスロバチステーションの磯丸だとか、まあ、それこそちょっと前だと木村魚拓だっていうのもまあもうマックスいって50-60万だから、その3倍近くの金額っていうのはパチンコ業界で基本的には売れない金額なんですけど、本当にそれで売るんですかって言ったら、ラファエルからしたらもう150万円で買ってくれる店舗だけでいいみたいなね、そんな金額を、まあ、柴田みたいな感じで30万とか40万まで下げて、でたくさん売ろうとは思わない、150万円で買ってくれるところだけあればいいからっていう感じで堅くない金額を下げなかったっていう中で、売ってるんですよね。っていう中だからそういう感じなんですよ。そういう感じで、じゃあホールからしたらさ、150万円でラファエルを買いました、そしたらね、お客さんが、まあ、全然来るとは思わないけど、ラファエルにね人なんかついてないから、ファンなんかいないからさ、あんなので、ラファエルを呼んだ、でファンが少し集まるから、どうです、基本多分抜きますよねっていうところで、その舞台を用意してもらったっていう表現も違うし、かつお前がホールを厳選するっていう言葉を
ね、ツイッターで使ってるけども、お前の言うホールを厳選するっていうのは、要はその有料店を厳選するのではなく、お前の来店を150万円で買ってくれるホールを厳選しますってことだろっていう、言葉の使い方間違えんのよって俺が思うんですよね。だからラファエルさんのとか、まあ、相馬くんとかの来店はちょっと気持ち悪いなみたいな、っていう感じに僕は正直思います。はい。ただまあ一番最初に話した通り、僕のライバルには絶対ならないし、僕の内容を脅かすものにもならないんで、まあ、勝手にやってろとは思いますが、ただラファエルを150万円で買ってるホールはどうなんかなっていう、その分ね、普段の日にさ、当たり島を作るだとかさ、うまいプロモーションの仕方はもっとあるんじゃねえのっていうふうに僕は思いますね。はい。っていうふうに僕は、個人的には思っております。はい。な感じで、柴田がですね、パチンコ業界にあの YouTuber たちが流れ込んでる、ことについてちょっと思うことをお話しさせていただきました。はい。まあでも売れないと思うけどね。結局150万円で、ね、ラファエルが売っててさ、じゃあ急に50万円に下げますっていうふうには言えないでしょ。だからもう150万円で売り出しちゃって、で、もう買ってくれるところがあって、で、売れちゃったと。で、こっから先その150万円で買ってくれるところ以外いらねえよっていうスタンスだったら、まあもう先はないけどな。一発二発使って継続的に呼ぶってことはないと思うんで、まあずっとずっとあいつらがいるとは思えませんが、まあただ気持ち悪いとは僕は思ってますねっていう、まあそんな話です。はい、中地で、柴田でした。バイバイ。すいません。あ、お疲れ様です。すいません。お疲れ様です。どうされました？あ、なんかこの前あの大阪でなんか来店してたじゃないですか、パチンコ屋で。あー、はい、行きました。はい。あれどうでした？あ、なんか僕もその規模感よくわかんないですけど、なんかめっちゃ並んでたみたいで、はい、30分前倒しで、なんだったっけ、あれチケットっていうんですか、整理券、僕初めて並んだんですけど、はい、はい、そういうのも前倒しでやる規模です、これやばいみたいな感じでは言ってました、店舗さんが。へぇ。でもなんか僕引いたのが500万だったんで、はいはい、僕はいい台座れなかったっすね。へぇ。狙ってるだけ。なんかすごかったらしいですよ、数。僕普通が分かんないんですけど。狙い台って何だったんですか？いや、僕単純にスロットでやりたかったんですよ、あの北斗の拳を。はいはいはい。なんか出たばっかりらしいじゃないですか、リニューアルで。はい。でそれやりたかったんですけど、なんかまあできなかったですね。なんかよくわかんないですけど、スロットは人気みたいですね。へえ。全然誰もいないところのパチンコ行きました。ああ、そうなんだ。なんだ、ユニコーンやりました。ああ、なんか見ましたね。どんぐらい回りました？回り、結果は勝ったんですよ。僕4時間ぐらい分回しててずっと。結果ね、2万入れて6万戻りでした。1000円でどんぐらい回りました？それ動画にはしてるんで、動画では説明できるんですけど、はい、なんかお店になんか、ね、はいはい、条件とか提示してるんですか、こんぐらいやってくれみたいな。あ、お店には言ってないです。なんか間にあの話持ってきてくる人が入ってるじゃないですか、もうその人に任せてますね。僕あんまよく分かってないんで、また連絡します。まああとちょっと言っとくと、あんまりその、はい、業界荒らさないでね。なんか気をつけた方がいいのあったら気をつけますけどね。柴田さんの方に何か迷惑かかるやつがあるんだったら、ただこういうのやめてほしいとかあれば。ああ、じゃあそれは LINE で送るわ。ああ、そうですね、うん、僕多分代理店さんの言われた通りやっちゃうんで、僕知識ないんで。うん、はいはいはい、良くも悪くも、うん、こういうのやられるとあんまり嫌だなっていうのがあれば、流れ的には行って、あの朝からちゃんと並んで同じようにみんなと。いや、わかるけど全然、いや、そう、全部わかるんだけど、はいはいはい、まあ、その業界のこと要知らんのに入ってきて、はいはい、美味しいところだけ救って食おうみたいな考えがあんま好きじゃないから、ああ、そうですね、そういうの気をつけろよっていうのはちょっと言ってきますね。了解です、了解です、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。